皆さん、こんばんは。カフェミステリークイーンのしおりでございます。本日は、うわぁ、このミステリー読みやすい、ミステリー初心者さんにもおすすめなミステリー小説を3作品ご紹介いたします。読みやすいミステリー小説ってたくさんあります。今までも読んできたのですが、本日ご紹介するのはしおりが最近読んだ本の中からページ数とか登場人物とか文章とかで読みやすいなと思った小説を 3作選びました。最近続編が出たミステリー、最近発売されたミステリー、有名作家さん盛りだくさんの短編集です。ではレッツゴー。キサラギ新一、あくまでも探偵は、はい、キサラギ新一先生です。しおりは初めての作家さん。表紙イラストを見て一目惚れして購入。かっこいいですよね。気だるげなイケメンの後ろにうっすらと見える悪魔の羽。どうなんでしょうね、闇系イケメンなんでしょうか。というわけで、まずしおりが読了した後のツイートはこんな感じ。あくまでも探偵は読了。昨日続編が発売されたということで読みました。また好みの名探偵を見つけてしまったよ。美目秀麗、成績優秀、頭脳明晰、みんなから好かれるパーフェクト男子。しかし彼はもしかしたら悪魔？ダークヒーロー感好き。はい、続きましてあらすじはと言いますと、モリス、君はいいやつなのか悪いやつなのか。平凡な高校生の僕と頭脳明晰で美目秀麗な優等生モリス、タイプの違う二人で動物の不審死事件を追いかけるうちに、僕は彼の裏の顔を目撃する。その後もネット配信された強盗と隠された暗号、弾き語りする僕に投げ銭された100万円と不審なゾンビと不穏な事件が連続。この街に一体何が起きてるんだ。令和の青春ミステリーの傑作。実はしおり最初ある理由でこちらの読めなかったんですよ。その理由とは動物の死。あらすじにも書いてありましたね、動物の不審死事件。人間のせいで死んでしまう動物たちの話が出てきたので、そこで一度読むのを断念してしまっているんです。しかし続編が出るとのことで勇気を出して先に進んだところ、もう面白い。ストーリーもいいし、モリス君のキャラクターがありそうでなかったダークな探偵でもう素敵でしたね。こちらが先日発売された続編、あくまでも探偵はもう助手はいないです。まだしおりは未読なのですが、かなり面白いとのこと。楽しみですね。カラスマン直樹、呪いと殺しは飯の種、電気作家カラスマン直樹の調査録。はい、こちらはですね、このミス大賞2022年の隠し玉として出された本ですね。帯にそのことが書いてあって即購入させていただいたので、多分ですけどしおり発売当日に書いたかなと思います。帯にもぬるま湯みたいなあなたの人生に感電死するような刺激をお届けしますっていうのが載ってたり、後ろの方に帯自体に斧が置いてあったり、トンカチとか、あとはなんかペンチみたいなのが書いてあったりするので、もう不穏な感じがワク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 してすぐ買っちゃいましたね。では早速しおりのツイート。呪いと殺しは飯の種読了、このミス大賞隠し玉面白かった。現実社会とミステリーの理想世界の隙間な感じ。怪しい屋敷に滞在することになった作家がだんだんとその一族の真相を暴いていく。その真相っていうのがめちゃめちゃ怖い。魔女と恐れられた次女、やば。はい、あらすじ。
オリジナル小説の執筆を諦め電気作家になった男、烏丸直樹。彼の元に来た三山奈美平という人物の電気執筆依頼には人生を変えるような刺激を約束するとあった。三山家について調べるうち、彼らに起こった呪いのような不幸の数々と魔女と恐れられた次女の奇行、監禁と拷問の痕跡が残る地下室の存在を知った烏丸は、彼らをもとに小説を書き、小説家として再起を図ろうとするが、はい、気づいた方もおられるかと思いますが、作者と物語の主人公が同じ名前なんですよ。アリス川アリス先生的な感じでしょうか。このストーリーの中の烏丸さん、結構ね、口が悪いの。常識もあって正義感もあるのに、なんか口が悪い。そこも面白かったですね。もちろん事件は私の好みで、ラストはおーそこに行くのかとワクワクしました。続編期待します。豪華作家集結、謎の館へようこそ、黒です。こちらの装丁見てくださいよ。黒で統一された、もうめちゃめちゃかっこいいですね。帯にはあなたは出られるかって書いてある。もう出たくない。それだけいろんな館の魅力が詰まった短編集です。では早速しおりのツイート。謎の館へようこそ、黒と苦慮。有名作家さんばかりの素敵な短編集、いろんな館物を堪能できました。中でもお気に入りは QED オルタス、鬼神の社と囚人館の惨劇でも、ほんとどの短編も面白かった。白もそろそろ読もうかな。ではあらすじ。館の謎は終わらない。館に魅せられた作家たちが書き下ろす色とりどりのミステリーの未来。収録作品、早峰薫、思い出の館消失。オンダリク、麦の海に浮かぶ檻。高田貴文、 QED オールタス、鬼神の社。綾崎駿、時の館のエトワール。白井智之、首なし館の殺人。井上真儀、囚人館の惨劇。こちらはもう今をときめく作家さんたちが集まっての館。贅沢。短編集のいいところは、自分のまだ読んだことのない作家さんを覗き見できることにあると思ってます。つまりこちらでは、しおりは早峰薫先生、高田貴文先生、綾崎駿先生を初読みできました。好きな作家さんが増える。黒を読みましたが、白もあるのでこちらも楽しみです。いかがでしょうか。この3作品どれも面白いです。しかも読みやすい、おすすめ。まだの方はぜひ通勤通学の行き帰りの電車の中で楽しめるんじゃないでしょうか。最後に、はい、本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。ミステリー小説が好き、ミステリー小説どんな作品を読もうかなって考えているあなた、このチャンネルではしおりおすすめのミステリー小説をご紹介させていただいておりますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ、またね。さてさて、今週の土曜日は登録者さん1000人記念が待っております。生配信でございます。ぜひ皆さん来てくださいね。お待ちしております。